家の前で拾った。これはトンビの羽でしょうか。このトンビの羽を使って羽ペンを作ってみたいと思います。まず先を斜めに切らないといけないですね。ナイフで切ってみましょう。でしょうか。ではちょっと試し書きをしてみましょう。万年筆用のインクです。先にちょっとインクをつけます。こんな感じかな。余分なインクを落としておいた方がいいでしょう。では書いてみます。おー、書けましたけど継ぎ足ししながら書かないといけないですね。サインぐらいならなんとかできるか。こんな感じです。